核のゴミで火炎瓶、犯人を逮捕。本日、北海道の朱町の町長の自宅に火炎瓶を投げつけたとして、東田敏夫容疑者が緊急逮捕されました。町長は、こういった脅迫に屈することなく、本日、核のゴミの最終処理場選定に向け、立地調査の第一段階となる文献調査に、 応募する意向を正式に表明されておられましたが、こういった事件が今後も続いてしまう可能性がございますので、警察には町長を警護したり、自宅や役所の警備体制を強化していただき、このような事件が起きないようにしっかりと対策を 講じていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました